兄のフィード、これもターゲットオセフン、フリックエリキ拾った、中を見ましたが間に合ってません。エリキ溜めて折り返しシュートだー、上がってきました。白崎カニウゴ初ゴールが生まれました。白崎亮平、先制はホームチーム町田ゼルビアです。白崎が再三ですね、やっぱりペナルティーエリアの中にこう入ってきてましたよね、はい、ボールを追い越すようなランニング、まあ、それがゴールにつながったと思いますけど、これ町田の一つの戦い方ですよね、オセフンが競ってそのこぼれを拾って、エリキがねうまく時間作りましたよね、はい、そのことによってゴール前にね多くの人数が入ってくることができましたから、いい選択できましたよね、はい、白崎もねインサイドでしっかりコース狙ってねコースに流し込むようなシュートでしたけど、はい、素晴らしい落ち着いた見事なゴールでしたね、白崎ね。